では次、商業簿記のじゃ計算問題、はい、これの感想をどうぞ、はい、商業簿記の計算問題ですけど、こちらもやはりなんか帳簿組織の方、組み込まれていたなという思いました、一番最初受け取り手方金融庁と、売上庁と、まあ、帳にはなってないんですけど、当座預金出納帳も、まあ、書かれていたかなと思います、いいよ、それでですね、計算問題なんですけど、まあ、推定する問題があっても全部解けなかったんですけど、そこまで難しい問題はなかったと思うんです、計算問題な。そうですね、計算問題はそこまで難しくはない、じゃあ基本的なところの集大成と。そうですね、じゃあ基本的な勉強が大事ってことだな。そうです、はい。